九州ダービー熊本で勝利しました。ありがとうございます。おめでとうございます。どうですか、かっちゃん。いやー、もう面白かったっすね。内容の濃い試合だったんで、ずっと見入っちゃってましたね。いやー、ありがとうございます。伊沢君はどうでした？気持ちの入り方しちゃいましたよね。今までの積み重ねですけど、生まれ変わったチームかのような、相手12戦負けなしとかも関係ないと、九州ダービーだけは絶対負けられへんやろっていうみんなの気持ちがしっかり見えました。ありがとうございます。今回実はですね、ピックアッププレイ、僕別の動画の編集がちょっと立て込んでまして、本当はやらないつもりだったんですよ。お二人にも伝えましたよ。言ってましたよね、見送らせてくださいと。なんですけど、今回視聴者の方から、このピックアッププレイが生きがいなんですっていう方もいらっしゃったり、これが今モチベーションでチームを応援できてるんですみたいな。あと5回ぐらいで生きがい終わる可能性あります。友達みんな登録させてくれるの、あと5回で終わる可能性あるからね。で、あとはメディアの方も、あんまりこうサッカーを詳しくない方がサッカーの担当になってユナイテッド取材してますみたいな、まあ、絶対あるよね。そういう方からすごい勉強になりますっていうのを直接お声いただいて、やってきてよかったなって思いましたね。はい、という感じで、多くの方に影響を与えてるピックアッププレーなので、じゃあ無理してでもやってしまおうと、ただちょっとコンパクトにやっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。それでは伊沢君、いつもの掛け声お願いします。はい、マルネ10の字、祝杯は薩摩島美人でお願いします。スタート。明治安田生命 J3 リーグ第25節、鹿児島ユナイテッド FC のホームで、熊本さんを迎えてのホームゲームとなりました。この日はですね、熊本から600人を超えるサポーターの方々がユナイテッドのスタジアムに足を運んでいただいて、すごい J リーグだなっていう雰囲気をですね、作っていただきました。そんな燃え上がる九州ダービーなんですけれども、まずメンバーの方を見ていきましょう。メンバーはこちらです。ゴールキーパー大西選手、右からフォゲツ選手、ベズレ選手、ヘンリー選手、江藤選手、そしてボランチ中原選手、田辺選手、トップ下に三宅海斗選手、フォワード島津選手、山本選手、山谷選手というスターティングメンバーになります。サブは、白坂選手、藤原選手、砂森選手、中村健人選手、五稜選手、米澤選手、園田選手というメンバーになります。今回のテーマを設けておりまして、テーマはこちらになります。どうぞ。スタジアムが作り出した空気、気持ちと技術のプレーというテーマで今回お送りしていこうかなと思いまして、一つ目のピックアッププレーこちらになります。どうぞ。後半48分、三宅海斗選手、魂のスライディングっていうプレーなんですけど、三宅くん終始守備頑張ってましたね。際のとこスライディングいって前に進ませない、ちょっとした積み重ねがもうめちゃくちゃ大事、しかもそれを三宅海斗選手がやることでまたチームが引き締まったんちゃうかなと、めちゃくちゃいいプレーだと思いました。足も速いし体も強いから結構1対1が強いんですよね。まあこれも後半48分、きつい時間じゃん。それでこんだけ走れるってやっぱこれからに期待してます。最大武田大ですね。最大武田大ですね。最大武田大ですね。武田大出すな、お前。武田大君もね、鹿児島で非常に活躍してくれましたから。勝野親友、勝野親友。はい、ということで、そんな三宅海斗選手のプレー、責任感とか、自分がやってやるんだっていう思いもこもったプレーだと思います。はい、じゃあこちらのプレーです。どうぞ。まず相手のリスタートから、キーパーの選手が蹴って、ここからですよ。1回目、ぐわー行く、かわされる。2回目も行く、おるりえ、わあ素晴らしい。この時会場めちゃめちゃ沸きました。でしょうね。空気をだからグッと持っていきましたよね。あんまりいい流れではなかったんですけど、この時間帯こういうプレーほんま大事だと思うわ。しかも全力やん、やっぱこれ早いよね、マジめちゃくちゃ早いし、もうディフェンスからしたらめっちゃ嫌だって。混んでええもん、こんな正直。しかも相手選手はもう多分来てること気づいてないですからね、トラップした後まだあそこにいるだろうぐらいな。そうやね。で周りもある程度やっぱ押して前からディフェンス行ってたから、やっぱこれ蹴られるとそれなりにね、相手の展開になってたかもしらんから、裏取られて、ね、前にも 4枚見えてるじゃないですか、マンツーで、ってなるとやっぱこのプレー大きいよね、こういうプレー。いやー、ナイスプレー、ナイスプレーだよ三宅くん。後半60分、中原修斗選手、そっちかー、足首やらかっていうシーンなんですけど、かっちゃん、なんか今、霧が立ち込めてる。確かに。霧の中にいる。かっちゃんだけ白いんだけど。森の中配信してる人いる。うん、キャンプ動画ちゃうそれ。オーラが多分。
こうなる。ヒルオーラ一番弱いやつやん。北斗で一番弱いやつ。北斗の剣のオーラのやつ言うな、お前。ヒルオーラ一番弱いやつやん。このプレーなんですけど、高原修斗選手に相手がまた騙されます。切り返しというかターンで。もうあっぱれのプレーです。じゃあ見ていただきましょう。こちらです。どうぞ。まずこれ、ポケス選手が縦パス入って、まあまあ結構これハマってるような感じじゃん。うん。すごいトラップした後、キュッ。これで裏一本。はい。まあ。このトラップがまずうまい、最初の。で、逆、あ、出すのかなと思ったら切り替えて。2回相手の逆取ってるもんね。そう、うん、もう俺だったらスライディング行きたくなる。多分行けるよね、田野さんやったら。もうこのシュートにもスライディング行ってる。いや、多分スライディング行ってもかわされてるわこれ。いや確かに逆足やもん。本来ね、相手の体背中向けてあかん方やけど、けどそれぐらいバランスを崩させてるワンタッチ目がすごいってことですよね。あとはね、あの田辺くんのこのサポートのスプリント、これも相手を騙す要因の一つになってるから、ナイスプリントです。ね、続きまして、後半66分、三宅海斗選手。もう緩急モンスターという、もう緩急はえげつないですよね。やっぱ足出しちゃうんだよね。ディフェンスからしたら分かってても多分止められないんじゃないかなと思うよね、海斗の場合は。乗り物に例えるんだったら、三宅海斗はスポーツカーかなと。F1 かなと。初速が速いから、どちらかといったら、あれじゃね、原付きじゃね。でも F1 の方が速いと。今初速の話してんの。今初速の話してんの。今初速の話してんの。カツが切れた、珍しい。じゃあそんな原付きの三宅くん。原付きの三宅くんって失礼だよね。原付きのような初速を持った三宅くん。原付きモンスター三宅。弱そうだけど。けど F1 は急に止まられへんじゃないですか。そう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 。けど原付きも急には止まられへん。止まられへん。いきましょう。行こう。どういうこと、行きましょうとか。結局三宅会長止まれないみたいになって終わってる。彼は止まらない。そういうことね。いいこと言ってくれますね。彼の勢いは止められないと。はい、こちらです。どうぞ。ここ相手のスローインから、これ相手がフリックして、これを中原選手が拾って田辺選手につなげます。で今度縦パス、素晴らしいパスが来て、ここからもう三宅劇場ですよ。これすごいや、ほんま。取られる気せえへんもんな。あいつだったらなんか筋肉いっちゃいそうな感じだろ。こんな急に止まられて、またスピード上げられてみたいな。前傾姿勢がいいよね、こうスピード上げるときの。ねえ、ちょっとが上手くない。なんか重心見てるじゃん。ちょっとまあね。しかもしっかりなんていうん、ドリブルしながらもその自分がボール扱える位置にボール置いてるじゃないですか、ずっと。ね、トップスピードでね。トントンってボール触れるところに置いてるから、相手飛び込めないんですよね、こうやって足の下に置かれたら。で、ちょっと下げていけると思って出したら、ちょんもう2回触ってるからね、これも。ダブルタッチみたいだったもんね。うん。だから全部1個遅れてるじゃないですか、相手反応。ボール投げとこ蹴ってるやん。大体なんかボールにかすったりとかさ、ちょっと触れたりするけど、それすらもないからね。もう出してこいっていう感じでそこにボール置いてる感じなんで。うん。餌として巻いて。そうそう。で、1個内側に、ね、しかも。はい、切り返しマジで。1個ちょっと遊ばすタイミング作ったもんね。あえてちょっと来いよっていうタイミング作って、食いついた時に行く。勝つの教えしっかりやっとんな、これ。これちょっとすいません、僕のちょっとどうしても気になってしまったシーンで。後半77分、ゴリオ純喜選手、中原修斗選手、この時一体どんなやり取りが。プレーというよりは中原選手が足がつってしまった時間帯があって、今回たまたまなんですけど、ゴリオ選手と審判の方が近くにいたわけなんですよ。珍しい。足つってる。前回は誰もいなくて担架で運ばれた。今回ゴリオ選手がいる。さあどうなるのか。珍しいですね。そうなんですよ。一部では中原修斗のこと、ここの釣り人って言われてるらしいですよ。一人で足つってまうから。ここの釣り人、決してフィッシングの方ではないですよ。ここの釣り人ね。ちょっと受けたからって何回もやる。ということで、このプレーなんですけど、何か会話をしてるんですけど、今回ちょっと大人気シリーズアフレコということで、一回見てもらった後に役を決めてアフレコを入れていければと思ってるんですけど、任せてください。とりあえず見ていただきましょう。一回お願いします。まあ76分という時間帯、中原選手すっごい走ってるんでね、
で、ゴール選手がいて、こう、大丈夫かみたいになるわけですよ。で、審判も、大丈夫ですか？で、なぜか知らないけど、準決離れていっちゃうわけですよ。で、自分で伸ばすっていう。で、審判の方も何回言って、で、この後上野監督が、こう、口が隠れてるんで分かんないですね。何と隠してるか最初なんで言うか分からんな。うん。で、一言何か言ったわけですね。で、最後、シュートがその声をきっかけに、よし、頑張るぞってなったわけで。っていうシーンをちょっとアフレコしていければと思うんですけど。じゃあ僕、中原選手やります。じゃあ俺、準決やろうかな。じゃあ、水野さんは審判。で、上野監督に関しては、なんておっしゃってるか口元が見えないので、何言ってるかだけみんなでこう、解明できればなと、やっていきましょう。はい、じゃあいきます。痛い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 、つってるつってるつってる痛い、準決。大丈夫か、シュート。こんなところで座ってたら 100% ピックアッパーで上げられるよ、お前。痛い中原さん、おい中原さん、いや名前呼ぶだけって、痛い、いやでもやるしかないかな、やれた。でこれ何言ってるかなっていう、よく見てください。カツオ言ったな。え、三文字で確実にカツオって言いましたね。上野監督のとこだけもう一回ちょっと流しますね。ここ見えないですね、ここ手が取れた後、あ、カツオ言ってますね、多分。カツオって言ってんな。言ってんな、これ。言ってますね、これ。どう言われたカツオは。バレたか。何が、ちなみに何が。何したお前。上野監督、何した何したおったんや。あ、会場におったんや。あ、すごいことね。あの手は何だった。いや、だから、あの、熊本のところに、だから、そこじゃないでしょって。そこじゃないでしょって言われた。鹿児島側の方に移れって。そう。なるほどね。俺も釜かけたんですよ。釜かけたの？気づいてくれるかな。上野監督は鹿児島に所属してたカツオが熊本側にいても鹿児島側に移れって言ってくれるかどうか試してたわけ。そう。試した。ちゃんと言ってくれたわけだ。うん。はい、ということで後半82分、園田拓磨選手、確信犯ストライカー、再び、と思いきや、膝芯現るという。前回もお伝えしたように、園田拓磨選手が、自分が決めてないのにもかかわらず、自分が決めたかのように、こう、ポーズ取ってたっていうシーンあったじゃないですか。決めた時みんなでやってほしいね、なんか話してたじゃないですか。そしたら、あの、白坂くんとか、島津選手とかも、カメラ探して、こう、やってくれるんですよ、今回も。みんなそこにしか、釘付けになってないと思うんですけど、今回で、正直、主役の座は園田から、違う選手に移り変わりました。一番おもろい笑いの取り方、竹さんが仕込んだんちゃうかな、あの笑いの取り方。なかなかハイレベルでしたね。多分、気づいてる人、本当にいないと思う。おらんかな。俺はそっちにしかもう目いかなかったですけどね。あー、出てきた。あ、なるほどね、と。お前かと。今調子ええわって、笑いの方まで調子ええかとやってくれました。それでは見ていきましょう、どうぞ。80分、一番きつい時間帯、ここでゴールが生まれました。素晴らしい落としから中原選手、米澤選手のゴールと、うん、この後ですよ、もうシュートもめっちゃ喜んでるからね、これ。ね、で得点者来た。あ、来た。飛び込み、三宅飛び込んだ、白坂行った、うん、その横、日差しに現る。日差し見えました、皆さん。ピーンなってたやん。もう一回見ていただきましょうか。この喜んでるみんなの横をちょっと見せてほしいんですけど。カメラめちゃくちゃ意識してる、このタクマやらレイやらなんやらの横。ピーン来た。来た。いやー。もう一回出る。左の方。左の方。おもろい。うわあ、ちょっと痛い。主役左やから。主役は左。完全にこの左。おもろいのは左です、これ。おもろいな、両足つってるね。両足つってる。ここで切って、これやからね、この選手で一旦離脱ピーンってくるから、ここで。おもろ。じゃあもう一度ちょっと見てみましょうか。白坂、三宅行った、ダニーロ来た、三宅ピーン。主役がやっと入れ替わった瞬間でした。この飛び込んだ瞬間でもう行っちゃったんでしょうね。ジャンプした瞬間。痛い。おもろいなこれ。三宅選手足ガンズリです。だって俺タクマのこれもう多分この時ほぼ見てなかったっすもん。レイが決めた後のシュートのガッツポーズも結構可愛いねんけどな、実は。中原シュートの声やるからね。はい。おー、よっしゃーよっしゃー。はい。おー、よっしゃーよっしゃー。おもろいなー。
いやありがとうございました。今回もどっちが勝つんだっていうね、思いが強い方が勝つみたいなゲームだったじゃないですか。正直今回のピックアップは余韻に浸るぐらいのね、何回も何回もこのね映像を見て緩い気持ちになってもらったらいいですよね。まあ、美人飲んでもらいながら1週間ね楽しく時間を過ごせるって幸せですから。こんないい2週間ないよね、やっぱ連勝した時のね。ね、ぜひ今週も勝って全員がいい思いで昇格に望みつなげましょう。そのためにみんなでサポートしていきましょう。ありがとうございます。ということで今日のピックアップレイはここまでということで、ぜひねグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今だいぶ1万人見えてきたんで、また皆さん後押ししてもらえたらありがたいです。よろしくお願いします。ということで今週のピックアップレイはここまで。次節は八戸戦となります。ぜひ皆さん共に戦って次節もたくさん笑顔になれるように頑張っていきましょう。ではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それ奄美の方言なんだ。はーい。